はいどうも、タクタクです。竹取臨床局、やっていきましょう。さあ、三つの試練。やっていきます。線の書。幻惑の空想空間。達成条件、正しきものを選ぶこと。選ぶものあれば、選ばれるものあり。容姿は、異なれど、人の神髄は、よ、たやすく変わらず。っていいのか？ちょ、読めないこと多くない？怖いんだけど、自分が。こいつ試練受けよう。これからでいいのか。いや、まだ受けない。他は？陰の書、首狩り旅館の隠れんぼ。ここへ。達成時期、一晩生き残ること。その首狙うものあり、抵抗に価値なしと心得よ。隠れることに徹し、5回の襲撃を乗り越えるべし。なるほど、隠れんぼか。これは？天の書。真実と幻の瞳。三つの中から選ぶこと。貴殿の瞳に映る世界は、真実か幻か二つの世界をつなぎし者にこそ見える世界あり。どれがいいかな。これからかくれんぼ得意だから、これにしようかな。これにしよう。この試練を受ける。首狩り旅館って名前からして危険度が高そうね。気を引き締めていきましょう。試練。首狩り旅館のかくれんぼ。もう、出落ち感。ここか、首狩り旅館。首狩られてっちゃってんじゃん。2名でお越しのかぐや姫様ですね。あ、かぐや様ですね。お待ちしておりました。当旅館を試練の場として選んでいただき、誠に光栄でございます。申し遅れましたが、私は、おかみの神尾と、お上を並び替えただけじゃないのか、これは。申します。小さな旅館ではございますが、精一杯おもてなしさせていただきます。それでは早速お部屋までご案内いたします。さあ、こちらへどうぞ。当旅館は、首狩り旅館と申します。物騒な名前でございましょう。狩られちゃってっかな、お上も。これは旅館の建てられる前、この地が処刑場だったことからそう名付けられました。これから、かぐや様には、あ、なんか目が！この旅館で一晩過ごしていただきます。狩られてるよ！おそらく霊に漏れず、かぐや様の元へも首を狩る神様が現れることでしょう。もしも鈴の音が聞こえてきたならば、それは奴が近づいている証拠です。首が惜しいと思いなれば、見つからないよう隠れていいでしょう。ちょっと早くて読めなかった、なかなか。こちら、霞の間がお二人様の部屋になります。それではごゆるりとお楽しみくださいませ。二人で布団が引いてるよ。そんなことしてる暇ないんだろうな。さて、とりあえず案内されたわけだけど、この旅館で一晩生き残ることが今回の達成条件ね。処刑場の跡地というだけあって雰囲気は満点だな。評判が命の旅館をこんなところに建てるなんて正気の沙汰じゃないな。あんた、まずはこの旅館を探索してきなさい。とにかく情報を集めるのよ。了解。さすが姫。命令するのは得意ですね。姫様を動かすのでも遅すぎる。何かあったのかしら。様子見に行った方がいいよね。あ、姫様パート。竹取り。こんなところにいたくないよ。これ作者さんの、このちょっとメッセージ性があるのがチラチラ。ねえ、来ますけど。着物の裏、何かあった時隠れられそうね。おう、ここは？カーテンの裏、何かあった時に隠れられそう。クローゼットの中、何かあった時隠れられそうね。それ大丈夫？ガタガタガタってなんない？刀がある。けどこれ模造刀ね。鎧がある。中には誰も入っていない。なんて言うんだっけ、これ。何かあったら隠れられそうね。これなんて言うんだっけ、この、床の間じゃねえや。これなんだっけ、このあれは。忘れた。こたつの中、何かあった時隠れられそうね。この下は。机の下、何かあった時隠れられそうだけど、すぐにバレそうね。これは？段ボールの中。段ボールの中何かあったら隠れられそうね。どっかの蛇みたいに。ルールを説明しますか？お願いする。この部屋の中で敵に見つからないよう隠れるのが今回の試練です。敵の襲撃は合計5回、襲撃から逃れるためにそれぞれ条件があります。襲撃時にはインターバルを挟みますので、その間に旅館を探索してヒントを聞いたり、場合によっては必要なアイテムを探したりします。
一度部屋を出てから座布団に座ればゲームスタートです。ほう。首が飛ばないように頑張ってください。なんかあれだな、せっかく説明してようと思っあげても説明してあげようと思ったのにもう知らないんだからつーんだちょい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 来るね。この人のちょっと話を聞いてみよう。まずは、はい、かわいいお姉さん、私はあなたの首が欲しいです。首をくださいな。首をあげない、死んじゃうから。いやん、いけず。死神っぽい、めっちゃ見てくるやん。目、目はノーリアクション。ここか。まあまあ口ねえから喋れないのかな。どこ行った、ゆずるじゃないや、なんだっけなんでゆずる、いない。みつおだっけ、なんか落ちてる。神尾です。ああ、神尾さん、私に話しかけると攻略のヒントが聞けます。ヒントを聞く。1回目のかくれんぼは制限時間内にキラキラ光るところへ、どこかへ隠れればクリアでございます。チュートリアル的なものだとお考えください。なるほど。それ以降は信じちゃダメだよと。5箇所隠れる場所は、あ、何ここ、これなんだろう。タンポポだっけ、の間、タンポポじゃない、何の間だ、何の間これ。はあなた人を探してるの、奇遇ね。私は首を探してるわ。ところでこの部屋の名前なんて言うかわかんない。これはあやめの間、また一つ書く。もう難しい漢字多いんだよこのゲーム。なんか特にここ、ああ何これ、動くよ。え、あ、そういうこと、もしかしてこういうこと。入ってこれまいと、そういうことですか。違うのかな。ちなみにこれ2個並べると脱出不能になったりとかしない、進行不能になったりしない。あ、ダメだ。なんだんこれ、なんかあれも使えそうだね。おこと引いてます。うわー、ひな人形が5セット。そろそろあれですかね、ひな祭り。ほらほら、そこのご人、手相を見て死んでよ。ふむふむ、この手相、むむ、なんと、なんてことじゃ。顔がないから手相が見えぬではないか。深く、そこはなんとかしてよ。この子たちは大丈夫、なんもない。座布団に座ればどうのとか言ってたけど、また誰かいる。ここの旅館、私も最初は怖かったわ。だけど首をはねられてからというもの、なんとなくつきものが落ちたかのように心が軽くなったみたい本当に何も見えなくなったからじゃなくて、どうやって喋ってんの、そもそも。口の部分は大丈夫ってこと。え、布団がいっぱい、グーグー、え、ナスが襲ってくる。何の話。やった、甲子園してるだ、みなみな。誰も寝てないのに、プレイボーイ。プレイボーイじゃない、プレイボール。この、キノコ派の諸君、ざま、見たまえ。え、どういうこと。にゃー、タケノコ、キノコ、ピロシキ。ズズズズズ。何、どういうこと、どういうこと。グオーガゴー。ちょめ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 。なになに、ウーパールーパーが襲ってくるよ。なにこれ、マジで。なんか誰か寝てるわ。ウープルルペ。これ何？うわ、広！宴会場だ！すごい！物理の法則というか空間とかなんかそういうのを無視した感じ。急に広い、ここだけ。それで？自分たちの部屋は霞の部屋で、ここだっけ？ここはなんだ？これなんて読むんだろう？あなた人を探してるのね。それはなかなか大変なことね。顔がないと私たち見分けがつきにくいもの。いや、あなたたちじゃなくて顔のある人なんだけど、まだ。これなんて読むんだろう。なんとかの間。一回戻るか。いなかったね、どこにも。こうセーブはできる。霞の間行きましょう。あ！座布団。少し休憩しますか。休憩するとかくれんぼが始まります。やり残したことはありませんか。セーブは済みましたか。休憩する。急に眠気が。まったくあいつ一体どこに行ったのよ。ほんとね。探さないといけないのに。来るぞ。
お、鳴ってるよ、チリンチリン。首かられるぞ。お、いっぱい光ってる。何か嫌な気配がする。これは鈴の音。近づいてくる。どこかに隠れなければ。え？え？こう隠れよ。どんなんが来るの？あ、こいつか。予想外やべえ、怖え。さっきの人が首刈りに来るわけじゃないの。刈られちゃったじゃん。行ったのかな？一体何だったのよ、あれ。とりあえず嫌な気配は消えた。だけど、またいつかいつやってくるかわからない。果たして次も同じ手が通じるのかしら。少しでも生き延びる確率を上げるために、とりあえずヒントがないか、旅館を探索してみましょう。え？めっちゃ探索したけど、俺。ねえ、めっちゃ探索したよね。また？ちょっとまた探索しようか。透明になっちゃった。はい、私やられてしまいました。無念でーす。どうにかあいつに一矢報いてやりたいです。私を仲間に加えてください。仲間にしようか。お、感謝するです。な、死神が仲間に加わった。一矢報えるぞ。で？わあいっぱいおった。いっぱいおったよ。なにこれちょっと待って。どうなっちゃうの触れたら。あ！ゲームオーバー。なるほど。これ逃げ切りたいね、これでも。素早く下に。うわぁ、怖え、なんじゃこりゃ。あははははは、これ無理。あー、これどうなってんの。あー、これ抜けたけば。あ、なんか光ってる。あーこれ楽しいね。あー、待って。あれを取りに行けばいいね、多分。なんか待って、顔が逆のやつもいるし。うわ、これ取れないかな。こっち引きつけて、引きつけて、ふん、ああ難しいな、これ。あそこに行く必要性がそもそもあるのかなってとこですけど。ういー、へい。素早く上に、これを取ったら、あ、なになになに、ピロシキを手に入れたー、ピロシキピロシキ取って帰れねえよ。あ、でもこれ、あ、ダッシュできる、ダッシュできる。忘れてた。ほーりゃーすごいスピード。私のスピードについてこう、ちょっと待って、制御不能ちょっとこれ無理だよ。これ取る必要あんのかな、そもそも。ピロシキ、おうおい、ピロシキ、ピロシキ、ピロシキが、ほっせ、ほっせ、あって、だって、いって、って、ピロシキ、ピロちょっと、これね、慣れが必要だね。ふーん、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 取れない、取れない、取れない。取りたいけど取れない。あ、取れた。これは、はい、取った。あ、これいけないと、もういけないよ、俺多分。おい、いった！ピロシキゲッツ。ピロシキを、見て、ピロシキだわ。何これ。何これ、マジで。なんか、ピロシキが欲しいみたいな寝言。あ、ここの辺、この辺じゃね？この辺の人が、ほら、ピロシキ。ピロシキやるよ。なんなんだよ、ピロシキって。謎ださ、謎すぎる。ピロシキを持って、あ、また移動してる、この人。あなたの部屋、まだ家具が残ってる？だとしたら、そろそろ危ないかもよ。奴らは夜が更けるたびに、部屋の家具なんかも破壊していくから。そうね、この小さい押し入れみたいなところ。そろそろ危ないと思うから、隠れない方が身のためかもね。マジで？これは聞かないとやばいね、確かに。ちゃんと聞いた方がいい。むむむ。お主、悪霊に疲れておるな。お祓いして死んぜよう。てい！ふぅ、これで一安心。じゃ、死神が死神さんが、成仏してしまった。楽しかったのに、死神さんとのランデブー。
盆栽の良さって何だと思う？空間を彩るかっこよさ、わびさびを感じる、させる切なさ、命を感じさせるたくましさ、答えたら嫌な予感がするので無視する。ちょっと、その嫌な予感っていうのをちょっと確認しましょうか、じゃあ。わびさびを感じさせる切なさにしようか。やっぱりあなたそうも分かった。じゃあいいことを教えてあげる。カーテンの裏は多分隠れない方がいいわよ。私2回目の襲撃の時にカーテンに隠れたけど首をはねられちゃった。あなたも用心してね。マジで？空間彩る、まあ、盆栽の私には盆栽の良さなんて分からないけど、ははは、ごめん、言いたかっただけ。命を感じさせるたくましさ、ふむふむ、まあ、盆栽の私には、あ、でもこれを選んだらカーテンには隠れない方がいいということが分かりました。カーテンが隠れなくていいということは、じゃああそこ、2箇所同時にぶっ壊されるってこと？鈴の音、首を刈られた私には安らぎの音にしか聞こえないわ。ところでどうして奴らが来るとき鈴の音をするか知ってる？ある人が奴につけたからなの。自分の首と引き換えにね。これから訪れるすべての人のため、人たちのためを思ってね。まあ全部嘘なんだけどね。キャハハハハ！めっちゃいい人やんって思ったけど、嘘かよ！ちょ、神代に聞いてみよう。神代です。私に話しかけると攻略のヒントが聞けます。ヒントを聞く。2回目のかくれんぼはクリアするには探索パート中にある条件が必要です。仲間を増やし、さらにとある人にお祓いをしてもらう必要があります。また隠れる場所にも気をつけねばなりません。いろいろな人の話を聞けばおのずとどこに隠れてはいけないか分かってくるでしょう。じゃあもうあれやん。毎回ちゃんと聞かなきゃダメなんだこれ。死神死んじゃったけど。つかいなくね、三つ男のやつ、あいつどこ行ったん？三つ男よ、三つ男でいいんだっけ、三つ男。じゃあまあ休憩しましょうか。カーテンの裏は良くないって言ってたな。来た来た来たよ、鈴の音が、音、やつが来る。はい、隠れなければ。ここだ、ここここ、あ、ちょっと調べて、隠れる。カーテンは良くないんだよね。え、2箇所破壊していくってことじゃ、これは。すげえ顔。え、顔逆の人来た。なるほど、2箇所破壊するわけだな。ほうほう、本当に2箇所破壊してった。おかしいでしょ。なんで仲間の首狩るんだよ。言ったみたいね。仲間割れなの？奴らが何を考えているのかまるでわからない。だけど私の首を狙っているであろうことはわかっている。負けるものか。私は月に帰るんだ。えぐい。仲間割れなのかしら。これ口ついてるけど、口ついてるね。上にも。これ逆ゲーだな。次どうしよう。この下に隠れるとか意外とありなのかな。こうちょっと聞いてみ、入ってみて。こたつって安心するわね。だけどね、安心そうだからこそ狙われるかもね。ってことは、やめといた方がいいってことね、こたつはね。これの繰り返しか。ここは、相変わらずいる！相変わらずいる。ここも聞いた方がいいのかな、もしかして。グーグー、うにゃむにゃ。これもなんかヒントがあるのかな。あ、ひなげしの間。これあげるね。あ、激辛唐辛子をお裾分けしてもらった。急に。なんだこれ。前回ちゃんと調べなかったけど大丈夫。桜の間。坊主が屏風に上手な上手の絵を描いた。よし、言えた。ちょろいちょろい。ところであなたの部屋屏風ある？そろそろ禁かもしれないわよ。あ、オッケー。屏風はダメ。屏風はやめておこう。この人は？ひなげしの間、上から1、左から3の布団に話しかけてみよう。さすれば道は開けん。上から1、左から、あ、唐辛子もらった。唐辛子もらいましたよ。この人は？あなた甘党？それとも辛党？俺どっちもなんだよね。甘党にしとこうか。ふん、じゃあ次の質問。アンパンはコシアン？それとも粒あん？粒あん派？粒あんかな？あら、あなた、敵ね。敵は排除するわ。なんてびっくりした。なんてね。びっくりした。甘党、
こしあんにすると、うふ、同士に会えて嬉しいや、これあげる。あ、激辛唐辛子、またお届けしてもらった。この激辛唐辛子ね、神さんからもらったの、あの人、辛党みたいよ。へぇー。ちょ、待って。このまま神さんに話しかけようか、じゃあ。はい。神代です。私に話しかけると、はい。聞こう。3回目のかくれんぼは条件がきつくなっています。必要なアイテム2つ、さらに隠れる場所にも注意しなくてはなりません。旅館のいろいろな人に話しかければ、おのずと道は開けるでしょう。2つ手に入れたけど、激辛唐辛子。あと入ってない部屋あったっけ？ここ入った。ここも入ったよね。ああ、これ書いた。屏風はダメなわけな。で？こいつは何なん？さっきはずっと見てっけど。関係ない。まあ、ちょ、行くか。やられてんな。同じとこに隠れてもいいんだよね、多分ね。じゃ、休憩しようか。こたつもダメだって言ってたよね。来るぞ。いっぱい隠れる場所なんだ、でも。レディの部屋にノックもせずに入ってくるなんて非常識なやつ。ふーん。布団の中2回目。あ、そっから来た。直すの大変そう。え？なぜ首を？こたつがどうとか言ってたじゃん。あ、そういうこと？見てたってこと？聞いたんだ、多分。気味が悪い。急に動いたりしないよね。え？激辛唐辛子。口から火が出るからさ、絶対食べたくない。え、どういうこと？これ見てたんじゃねえ。ということは何かまだ回収したりないっていうことじゃない。え、どういうことだろう。一筋縄ではいかないね、これは。ここ聞いた。ここは？ここ聞いたよね。全部聞いたんだけどな。二つのアイテムが必要。なんかやるんだ、これ多分。こいつになんか。こことか。え？大丈夫？もう一回行ってみようか。同じとこに隠れちゃダメっていうだけかな。なんかやんなきゃダメだと思うけど、やっぱり。ここ。これでダメならもう。なんかやっぱ効くんじゃない？これ。動くもんね、ちょっと。ほら。あ、ほら、来た！あいつあそこに隠れたぜ、みたいな。どうすんだろう？あいつの口を封じたいんだけど、俺は。何が足りないんだろう。全員に話聞いたけどな。もう一回聞いてみる。ふんふん。全員に話したよ。おかみ。つか、みつおどこ行った、マジで。みつお。みつおよ。マジで、みつおど、あ、わかった！わかった、わかった、わかった。多分、このまま、はい、休憩をして、この鈴の音が聞こえたら、お前言うんじゃねえぞ、と、いう感じで、はい、唐辛子を。あー、待って。魚影、はい、両方。で、ここ隠れる。ちょっと今時間がなかったから飛ばし目で行きましたけど。いない、どこに行ったんだみたいな。屏風もわあ、どんどん物がなくなっていく。いないいないいない。
くそー、あいつもいない、仲間もいない、ピュンって出てた。いや怖っ、急に戻ってきた。行ったのかな、人の部屋を勝手に。たくあいつ一体何をしているの、全く使えない男ね。とりあえず襲撃はあと2回、部屋の家具も、順調に壊されている。ち、負けるものか。これ三つ男はマジどこ行った、ひどくない、隠れる場所もうないじゃん。ここかここかここか、一番信用のないここか、ここ安定だよ。いやーちょっと焦ったな、あの唐辛子のところはちょっとなかなか思いつかなかったな最初で。次は、次隠れる場所もう決めた、急いでるとどこに隠れるか忘れちゃうかもね、ちゃんと覚えておくことをおすすめするわ。ちゃんと隠れる場所を覚えておく。ここは変わらず、ウェイ、ここはか、ここ変わってっかな、え、ここは最後でいいや。お、さくらさん、鏡よ鏡、世界で517番目に美しいのは誰、あら恥ずかしいところ見られちゃったわね、私顔がなくなってから鏡が好きになったわ、だって今までコンプレックスに思ってたものが一切映らなくなったんだもの。鏡、鏡関係あるかな、あ、いた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 、ユリの間、毎度毎度家具を壊されて、おかみの財布が気になるの。あれ今回ノーヒントかな、ちょっと厳しめじゃね、食べちゃダメって書かれてる冷蔵庫のプリンほど美味しそうに見えるものってないわよね。そんなことになったことない、乙女な感じいないから、うち。おかみ聞いてみよう、神尾です、私に話しかけると、はい、聞きたい。4回目のかくれんぼは少々趣が変わります、とりあえずどこでもいいので隠れてください、ただし隠れた場所は必ず覚えておくことです、選択肢が限られていますが頑張ってくださいね。隠れた場所を必ず覚えておく、それだけ、ああ本当にそれだけ、こうなんか一応調べておいた方が、ピロ式だよ、だってピロ式ってか、ピロ式何なんだ、ピロ式は何に使うわけ、まだ残ってるね、ピロ式だけね。よし、じゃあ覚えておけって言ってましたけど、ほんと三つをどこ行った、あいつ役立たずだな。はい、休憩する、隠れた場所を覚えておく。どういうことだろう、でも、はい、さて隠れる場所のヒントが得られなかったわけだけど、だからといってやすやすとやられるわけにはいかないわ。まずここ、はい、ダンボール、お、どうした、出勤しようとしてる、これから首刈り旅館、え、動けるんだけど、どういうこと、え、どういうこと、こっち見ないでよ、首刈りくん、旅館の人たちと仲がいい、仲がいいのかよ、どうしよう、首刈りくん、旅館の人たちと仲いいんでしょ、話しかけてみようか。お疲れ様です。どうやら順調のようですね。あと2回の襲撃のようですが、頑張ってくださいね。ちょっと、俺こんなゲーム初めてなんだけど。え、こっちは、あ、入れないんだ。ここは、お、グーグー。ここは変わんないの。ちょっと話しかけよう。ハロー、女性の部屋に夜中に入、夜なんて、金曜あるだね。あなたのそばに、はい、夜、コントン。ここが正念場じゃ。洗濯を間違えないよう頑張るんだぞ。ここは。洗濯肢を間違えない。ねえ、あなたって首重くない？早く元の姿に戻れるといいわね。え？元の姿に戻れるといいわ。あ、こいつがもしかして三つ男なのか？そんなわけ。神尾です。私に話しかけると、小役のヒント、はい。聞く。今回の襲撃で4箇所を壊さないといけません。頑張ってください。4箇所。え、どういうこと？じゃあ、行きます？トライします？
4箇所の家具を破壊せよ。あ、そういうこと。ここを、はい。破壊。え、つっても、ああ、そういうことか。隠れた場所を覚えておくってのはそういうことか。あと1箇所。全部破壊してよ。隠れてるところ以外。そういうことだったのか。隠れられる場所、もうないじゃない。ほんとだよ。どうすんのこれ。もう次終わりやん、これ。ちょっと行ってみましょう。ラスト。あ、戸棚をガサゴサしたら、おせんべいを見つけたわ。賞味期限は6ヶ月前か。うん、わかった。これはあなたにプレゼントするね。きっと美味しいわよ。賞味期限切れのせんべいを押し付けられた。賞味期限は6ヶ月前、密閉されてるし大丈夫じゃない？私は食べないけど。多分大丈夫だよ。うん。多分大丈夫だとは思う。俺も食べないけど。で、ここに入ると、わーい、やっぱり来る。で、ここは寝てるから意味ない。あ、早い早い。なになになに。私、ラジコンを買ってもらったことがあるんだけど、操作が下手で壊しちゃった。今じゃもう、電源を入れただけで、あらぬ方向へと進んでしまい、制御不能になっちゃったのはしょうがないから、電池も抜いたわ。ん？ラジコン欲しいって？いいよ、貸してあげる。大事に使ってあげてね。壊れたラジコンを貸してもらえた。あなた月の住人なんでしょう。もうならラジコンの操作くらいお手のものだよね。この、その暴走は誰にも止められない。ということは、隠れている間にこいつでなんとかするみたいなこと？まだ首がつながっておるとはなかなかやりおる。どれ、役に立つかどうかわからんが、これを進展しよう。手鏡をもらった。鏡には古来より真実を映すと考えられておる。いかにも役に立ちそうであろう。ほうほう。ということは、これで謎が解けるといいね。あ、ちょっと。押しちゃった。隠れる場所に、困ってるの。分かった。協力してあげる。段ボールをいただいた。硬くて丈夫で良質な段ボールを段ボールフェチの私が保証してあげる。いざとなったらこれに隠れなさい。あ、本当だ！段ボールフェチ。すごい。イエーイ、スネーク。言っちゃった。神尾です。私に話しかけると、はい。教えてくれ。最後の襲撃は必要なものは多くあります。最低必要なのは4つ。またダミーも含まれています。同じ人に最低2回は話しかけるといいでしょう。隠れるべき場所は皆の手助けで作ることができます。なお、人から借りたものを壊してしまうことになるかもしれませんが、きっと許してくれるでしょう。ほう。2回話しかける。よく話しかけよう。ん？もう1個ダンボール欲しいの。ふふ、あなたはダンボールの良さが分かってきたよね。嬉しいわ。ダンボールの中って落ち着くわよね。ダンボールちょうだい。2つ。なんかドラクエみたいだな。ああ、ダンボール。あなたはなんて美しいの。暖房です。すごい。ドゥルドゥドゥドゥルドゥ。ちょっと、2人力尽きたみたいになってますけど。もう一回話しかけようか。顔なくなったものに鏡など必要はない。鏡に自分の顔が映る幸せ。お主もとくと噛み締めよ。2回話しかけるって言ってたからな。意外と2回話しかけよう。意外とことちゃんと話しかけよう。あの人だけか。これ2個必要なことになるんでしょうね。ここもやっといた方がいいのかな。ピロシキ言ってた人は。これダメ。ここ関係ないのかな。ここまで調べる必要ないよ、多分。で、困ったら調べよう。で、こっちは？うん。あ、賞味期限切れの、消費期限切れの電池来た。あなたにあげない。なになになに？香水見つけたわ。消費期限とか賞味期限とかって意外とシビアな人いますけど、俺は意外と賞味期限が切れても食うパターンがある。少し休憩しますか。よし、休憩しよう。さあ、ラストどうするべきか。ガッツで乗り切れ、かぐや姫。隠れる場所増えたね。これが最後なのね。この襲撃さえ乗り越えれば私の勝ち。さあ、最後の決闘よ。どうすんのこれ。は？
で、ここまで来んのかよ。ちょっと待って、これどうすんのマジで。ちょっと小さい体が入りそう。ラジコンこの中に、はい。あら、電池もいるわ。はい。これ準備 OK ね。で、これ隠れる。はい。入ってきた。え、どうすんのこれ。あ、動いたよ。動いてる、動いてる。あの中にいるなと。あ、逃げた。おお、おお、あ、ついてきてんじゃん。はあ、これダメ？ふーん、あ、朝日が昇っていく。とんでもない時にセーブしたわけだ、俺。朝が来た。私、生き残れたの？こいつ、まだやる気なの？待て待て、俺だよ、俺。その声は、もしや。よっと、久しぶり。は？はあ？怒ってる怒ってる。おめでとうございます。かぐや、かぐや様とその、なんだっけ。月物。わかんない。あなたは、方は、5回の襲撃を耐え切り、双方無事に朝を迎えることができました。おかみ、これはどういうこと？なんでこいつがあの化け物の格好をしていたわけ？怪物ね。この試練では、二つのことをなす、試すようにと申し付かっておりました。一つは判断力。襲撃を前にして、見事正しい答えと、たどり着くことができました。そして、もう一つは、人選力。いわゆる人を見る目でございます。もしもかぐや様が適当な人物を連れて試練を受けに来られたとしたら、あなたはおそらくその者の手によって首をはねられていたことでしょう。私は彼にいくつもの枷を課しました。試練終了までかぐや様に正体がバレないこと、襲撃時に決められた数の家具を壊すこと、宿泊客を用いて間接的にヒントを与えること、今回かぐや様がお連れしたこなんて従者は見事に全ての条件を達成し、あなたを導くことに成功しました。特にあの演技力は、筆舌に尽くしがたいものです。誠におめでとうございます。あんた頑張ったのね。人を騙すのは得意分野だぜ。俺も随分と楽しませてもらったよ。趣味でもう一回やりたいくらいだ。じゃあもう一回やりましょうよ。やりましょう。ただし今度は役を交換ね。私があなたの首を跳ねてあげる。このお調子者、隠れる側はすっごく怖かったんだから、滅多なことを口にするんじゃないの。おお、怖い怖い。さて、名残惜しいですが、そろそろお別れの時間がやってまいりました。それでは改めまして、締めの挨拶を。本日は当首狩り旅館をご利用いただき誠にありがとうございました。短い間ではありましたが、当旅館で試練を受けていただき誠に光栄に存じます。今日ここで過ごしたことが後々お役に立てるのであれば、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。さあ最後まで見送られてください。こちらになります。なるほど、めちゃめちゃあれだったけどね、首狩り族がメグウィン TV のファルコンさんにちょっと似てた。はあ、心臓に悪い試練だったわ。こんなのは二度とごめんね。なあ、聞きたいことがあるんだけど、ここの試練って下手したらあんたを殺してしまうよな。罪人だって聞いたけど、どれだけ深い罪を負ったんだい？考え違いがあるようだから、しっかりと教えといてあげる。まず一つ、私たち月の民は基本的に不老不死。自分で死のうと思わない限り、半永久的に生き続けることが可能。もしも首をはねられていたとしても、数日後には自動的に再生するでしょうね。まあ、痛みはあるから、はねられるのは嫌だけど。そしてもう一つ、私は確かに罪人だけど、あんたが想像するような重い罪を背負ってるわけじゃない。私の罪は月の中ではタブーとされている、汚れた場所に幻想を抱いてしまったこと。汚れた場所？それってもしかして、そう、この青い星のことよ。清らかで美しく、年を取ることもなく、心配事もない月の人と違い、この星の人は、喜怒哀楽に身を焦がし、愛別陸の情に振り回されている。限りある命でさえ、しばしば醜く、意地悪く、嫉妬深く、争いを好み、盛んに他人を騙し、裏切るという。月から見たこの星の人なんてそんなものなのよ。汚らわしいことこの上ないでしょう。だけど私はこの青い星に魅了されてしまった。行きたいと願ってしまった。見た目だけは美しい星なんだもの。当然じゃない。
口には出さずとも皆そう思ってるわ。ただ問題だったのは月での私の地位が高いということだった。地位の高い人がそれを言うとタイムもそれを願ってしまう。だから私はこの汚れた星のことを身をもってよく知るために送られてきたというわけ。納得した？なるほど。民もそう思っ、じゃあ俺たちも生きてえよみたいな場を混乱させたわけですね、月を。なるほど、よくわかった。この星で住むこと自体が罰か。あんたの生まれ育った月とやらはそんなに居心地いいものなのかい？この星の住人には想像つかないほどの最高の居心地を。トイレにはちゃんとウォシュレットついてるし。それ多分ない文化だね、多分ね。地球にはまだ。なるほど、それは一回行ってみたいものだ。ウォシュレットってなんだっていうツッコミがない。E の種のクリアを、章をクリアした。ちょっとセーブして。はい、ということで、ちょっと長くなりましたが。いや、ちょっと、こういうのが続くわけですね。クビカリ族。クビカリ族はちょっとなかなか、ギャグパートだな。ギャグパートですけども。はい。というわけで、また次の試練を次回やっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。